はい、皆さんこんにちは、ケンビー01です。今回は僕がですね、トミカの本体ですね、それをしまっているところを紹介します。で、僕ね、で、トミカの収納場所ってがですね、かなり微妙なところです。なんと、お菓子の箱の中です。それを何かと言いますとね、パイの実の箱のこう開けます。中にですね、こんな感じで入っております。なんか普通にしまえるところないかなとか思ってたんですよ。で、よくよく探したらパイの実の箱の中、しかもね、6箱も余ってたんですよ。てか、貯めてたんですよ。意味はないです。で、グイッツ IQ、RX8 のパトロールカー、ワゴン R、オデッセイ、テコロジートミカのですね、プリウスの、さっきの音なんだ、知らない、パトロールカーと、改造トミカの Z、悪魔の Z、あだ名なんですけどね。じゃあ、2箱でいきます。中身は何かな？これ、銀色と白なんですけど、ここも2台入りますよね。これ今ね、出てるんですよね、外に。で、アイミーブ、グエルファイア、ランエボテンの英国警察仕様。どこか忘れました。どこのか忘れました。で、GTR。水族館のトラックです。で、次は、これは、もう、赤だらけですね。はい。で、これ、スイフト、ランエボテン、アテンザ、なんだろう、86、RX、サバンナ RX7、シビックタイプ R、ユーロ、N1、あ、これだけオレンジ。あ、アクアです。で、4箱目が、バラバラですね。三菱重工エアロスターのバスね。とりあえず。トミカの衛星照射。三菱デリカ D5。ドリームトミカの、あれですね。イニシャル D の AE86 スプリンターとなって、椅子好きがダンプカー、スイフトスポーツ、ステップワゴン、あ、これ改造トミカですね。スパーダと書いてありますが、全然スパーダっぽくない。次、5箱目行きます。急いではないですけどね。なんか、青と紫ですかね。でこっち、アテンザの初回特別カラー、RCZ、リーフ、RVR、コルベット、で、三岡オロチ、レガシー、ツーリングワゴンです。はい。じゃあ、最後の6箱目いきます。黄色ですね、はい。黄色が意外とあるんですよ。FJ クルーザー、トミカ幼稚園って書いてありますから、トミカの幼稚園バス。なんだっけ、これ、島次郎かだっけ。で、島次郎か、小松のブルドーザー、メーカーが小松。で、これは、小松油圧ショベルで、あっちが、エアロスターだっけな、のバス。で、三菱フトのなんか、今回は、ね、結構長めの動画になってしまいました。なぜかね、パイの実の箱っていうね。はい。まあ、この中にトミカが入ってる。ということです。では、終わります。さようなら。パイの実の箱に入れるっていうのは想像つかないですよね。まあ、チョコの匂いとかついてないんだよね。はい、じゃあ終わりまーす。さようなら。